何しますか。山さん、車借りたのでかっけえ車。いや、こんなダセえ車じゃないですよ。どれ。山さん、そう、こちらです、この車。BMW です。で、ナムさん、こちらなんと、ナムさん、これオープンカーなんですよ。めちゃくちゃ良くないですか。ナムさんがかっけえ車って言ったからかっけえ車借りましたよ。いや、あっちは。マラソンオープンか。これ雨降ったら大丈夫やった。ねえ。いや、ナムさん、この出発しましょう。あ、これあれだ。会社だから逆だ。あ、逆だ。やべえ。これ非常にやばいです、ナムさん。だから言ったじゃん。運転できんのって。ね。あ、これブレーキタクセも逆もしかして。いや、ブレーキは普通で降りるって。あ、待って、本当にこれやばいぞ。あ、逆だ逆だ。ちょっとあれかもしれない、俺やばいかもしれない。気をつけてよ、ね、あ、俺ちょっと今は自分はちょっとこの外車にかなり緊張してるんで、うん、ちょっと BM のさ、オープンカーなのにさ、うん、あんまスピード出せないわ、これ、うん、怖くて。国際通りって見えてきましたよ。国際通り行きますか。あ、アドバルーンって珍しいよね。確かアドバルールなんて東京ないっすよね。ないね。でも沖縄はちょっと遅れてるんですかね。いや、それ失礼だよ。失礼ですかね、うん、いいっすね、沖縄でオープンカーね。えめちゃめちゃいいっすわ。一生こういうなんていうんですか、ドライブしてってもいいっすね、沖縄一日とか、うん、いや、そいや、俺もどっちかで BM はあんまり好きじゃないんだよ。あ、 BM がそんな好きじゃない。うん、なんでですか。いや、 BM はね、加速はいいんだけど、はい、同じやるのだったらまだホンダのさ、ホンダの車がいい。うわ、でも駐車だる、バリバリ。これ GoPro なんですよ。 GoPro？ はい、これ小さいカメラなんですよ、うん、これナムさん沖縄で、ナムさんが楽しんでるところをナムさん自身で撮ってほしいから、うん、会社から撮りました。 あ、くれんの。欲しい、これ。欲しい。なんか自分の金を掘れるな。なはははご機嫌ですね。いや、両方気になってさ。あ、いいね、 YouTuber ですね、うん、国際通り着きましたわ、うん、なんかあれだね、やっぱ平日だからかな。いや、今日平日じゃないです、日曜日です。あ、日曜日。ある山さん、国際通り到着です、うん、どうですか、初の国際通りは。イメージがちょっと違った。違いました。もうちょっと人通り多いの。山さん、国際通りでまずあれ買いましょう。何を。アルファシャツ。誰も着てないじゃん。あ、これは、あ、なんかこれほら、アロハシャツあそこにあるんですよ、自分が狙ってる。ほら、見てください、見てください、ほら、アロハシャツに着替えようって書いてるじゃないですか、うん、やっぱここアロハシャツに着替えなきゃダメなんですよ。いや、誰も着替えてないよ。じゃああれしましょう、2人で選び合いましょう。やだよ。あ、なんだっけ、あの沖縄のあの花、ユリの花じゃなかった、なんだ、ハイビスカス。はい、ハイビスカスね、あのこれハイビスカスですよね。うん、そうです。ほら、これもそう。あ、あ、あ、これこれこれ。あ、意外と蛍光行くんですね、うん、夏は黄色で。あ、いいじゃないですか、可愛いじゃないですか。同じ色するか。あ、ありじゃないですか、めちゃくちゃないもん。じゃあこれ、はい、ありがとうございます。いいっすね、ナムさん。ナムさん、なんかこういう黄色系着てるイメージなかったから。黄色は好き。書いてますよ、銀のだと思う。うん、ちゃんと考えた。あ、ちょっとこれ鏡代わりにしますわ。ほら、めっちゃいい。あ、これいいっすね、鏡代わりに。ほら、めっちゃいい、これ。こんなの鏡を借りる人がいないですよ。確かに。上で同じお皿、お魚じゃねえや、お花でいいっすね。腕でか、腕細っ。Cさんのパンツ売ってますよ、売ります。 Cさんのパンツ。あ、Cさんのパンツ。Cさんこれ解説パンツなの。いや、これはリアルパンツじゃないですか。あ、リアルパンツはいらないですか。いや、欲しい。
ちよ。ありがとう。マルト知ってる俺、ナムさんから。ナムさん、まさか沖縄のやんちゃ坊主たちが知ってました。ナムさんやらって言われてましたけど。ナムさん、シーサー、シーサー可愛いっすね、意外と。可愛いかね。スロットのたお化粧のあれは必ず出てくる。なんて言いました？お化粧。またバッチ話します。スロットのあれ、意外と安い。いや、お化粧の、お化粧の話するのやめてください。これが銀だから、銀銀で。あ、銀のシーサー買います。いいっすね、うんうん、銀銀でいこう。こっちにします。すいません、これをください。見て、かわいい、うん、かわいくはない。さっきからすごいそれ言うな。国際通り来たら食べたいアイスあるって言ってたじゃないですか、自分。なんだっけ、ブルーアイスみたいなやつ、ブルーシールアイスだっけな。食べたいんですよ、ナム、うん、さん、あれです。食レポしてください。あ、やっぱ思った通りだ。何の味ですか？ラムネ。サーティーワンのどっち美味しいですか？ほら、聞くだけ問題よ。え、どっちですか？なんで聞くの？え、どっちですか？マジで分かんないです。サーティーワンじゃん。皆さん、ありがとうございました。自分が行きたいと言ってたところ、美味しかったですよね。ねえ、ねねえ、めっちゃ美味しかった、うん。あと2日間ありますけど、うん、また来ましょう。やっていけないかも。ナムさん、え、ちなみに海パン持ってきました？いや、持ってこないよ。え、スイカ、スイカさんで、はい、ありがとうございます。ナムさん、サングラスもどうするんだろう。沖縄用のサングラスね、うん、うわ、いいなこれ。俺も気に入ったね、それにしようぜ。かわいい海パンと、ナムさん、サングラスも買ったんですね。うん、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。うん、かわいいですね、この海パンも。ねえ、ね、スイカ好きだし。いや、やっぱあれだね、沖縄いいな。知ってます？名前わかります？見てくれてます YouTube。 ダムです。サンド映ってるよ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。動画さ、映る人やない人、顔も声もドラーンとやる。カットもしないし、顔も声も出さないから。みんな、うん、いろいろだから、こいつ確かリーダーの佐々木だよ。いつも見てたよ、日曜日の料理チャンネル。あ、日向坂で会いましょう、見てたんですね。そうそうそう。皆さん、これなんすか？うるまタバコ。うるまタバコ。なんすか、これ見たこともないタバコですけど。うん、どうですか、どんな味します？タバコ。ナムさん到着しました。ナムさん到着。トイレ、トイレ、トイレ。せっかくナムさんルームツアーするんで待ってください。ナムさんルームツアーするんで、ナムさんルームツアー、ナムさんルームツアーするんで、ほらナムさん、すごい、これドアもでかくて、ほらナムさんルームツアーするから、ナムさん、ナムさんルームツアー、あ、違う、ナムさん、ナムさん、ナムさん、なんでルームツアーの前でうんこしちゃうんすか？
しょうがないじゃん、だってアイスクリーム食べたから。うんこ出ました、ナムさん。出たよ。ナムさん見てください、この部屋。ナムさんがいい部屋がいいって言ったから見てください、これすごくないですか。あれこれ、これナムさん、ホテルとかじゃないんですよ。これビラって言って、あの一軒家みたいなとこですね。で、ナムさん見てください、プール。本当だ。後で入ろうぜ。おお。で、見てナムさん、驚くよ、ね、これ見てナムさん、下見て、下見て、これプライベートビーチ。大正解ナムさん。これナムさんのプライベートビーチです。おお、すごいな。やばくない？どうですか？いいね。お風呂。俺は大好きなプロ。ジャグジー。ほら、風呂もでかい。すごい。見て。すごい。お手洗いの。どうだっけ？甘いじゃないか。やば。透明すぎて分かんなかったんすか今。うん。ほら、ナムさん、見て見て、ほら、このシャワーの形見て。もうどういう見えるか分かりません。これは何ですか？何だと思います？行きましょう。いや、パソコン使うよ。じゃあ今日エロ画像見るか。沖縄で来て。沖縄で。ナムさん。え？ありですね。お、ダブルベッド、やがった。そうです、ね。何これ？これ何だと思います、ナムさん。あ、ロゼオマシン。なんでちょっとやばいやばい。ナムさん止めますね。止めて。ナムさん止めますね。こっちにもあります、布団。おお、広いね。広いっすね。あ、これテレビじゃん。テレビです。これもエロ画像見るな。この部屋俺使っていいのかね。いや、もちろん。じゃ、ナムさんの君編の沖縄ですから。いいのこれ。はい、ちょっと試していい？いいっすよ。グッダビング。うわ、あたり。いいね。トムさん、いかがですか？いいね。木山さんが探してくれたんだっけ？もちろん。さすが趣味いいね。ありがとうございます。いや、これは本当想像を超えたとこだ。あ、ありがとうございます、本当に、ね。ナムさん喜んでいただいて嬉しいです。さすが相棒。まだまだこれからっすよ。まだ夜ご飯も食べてないじゃないですか。うん、今から食べてます。いいとこ、夜も期待していいの？もちろん。もうあれです、沖縄にいる時はずっと期待してて大丈夫です。あ、そう、大丈夫。ありがとう。いえいえ。めっちゃ美味しいです。